電磁装甲とは、戦車などの軍用車両に使用され、主装甲の外部に付け加えられる、不可装甲の一種で、敵砲弾の車体命中時に、電気や磁気の力でその威力を減衰、あるいは無効化するもの。2016年現在は開発中の軍事技術である。ただし、SF に登場する、ローレンツ力で敵弾を物理的に弾き返す、いわゆる、電磁バリアではない。 従来の走行技術では、爆発反応走行の付随被害や、タンデム成形策薬弾、多重被弾などの対処能力の不足に対応するために、新しい走行が戦闘車両に求められるようになっている。イギリス国防省の防衛科学技術研究所は、新しい走行戦闘車両の開発計画、将来迅速効果システムを進めているが、それに含まれる走行開発計画として、 電磁走行を開発中であると伝えられている。高速運動エネルギーに頼るアップフスズ弾や金属ジェットによって先行を図るヒート弾に対しても共に有効な防御手段として将来の実用化の期待がかけられているがまだ研究段階の技術である。2016年の現在最新の軍事技術に属する電磁走行の情報は断片的である。 日本の防衛省技術研究本部のウェブページにも図解入りで説明されている。現在わかっている原理について一課に示す。コイル方式放電衝撃方式通電方式電磁、走行の方式は2016年末の段階では3種類あると考えられている。コイル方式放電衝撃方式通電方式コイル、方式と放電衝撃方式は、 主装甲の外部に副装甲とも言える金属製の防弾板を取り付け、これの飛翔によって敵のアップ不鈴弾身や自己単造貫鉄体を斜め方向から当てることで主装甲への貫鉄力を削ぐという点で似た方式である。共に敵弾が装甲部に着弾する直前の瞬間をセンサによって感知し、電気回路の動作によって防弾板を飛ばす。コイル方式では、 コイルの磁力を利用し、放電衝撃方式では、化学剤の爆発的燃焼によって、防弾板を飛ばす。敵弾を感知するセンサーの性能の実用化や、真正面からの直撃弾は貫徹力を、相殺しきれない点が弱点となる。また、結局は、滑れつつある爆発反応装甲と、同原理でしかなくわざわざ拒否を投じて、新規開発する意義があるのか、反作用で、 自社も傷つく、悲惨する、防弾板が味方の随反不評を殺傷する、危険性があるという爆発反応装甲の欠点まで、同じなのではないか、という問題もある。通電方式では、大電流を蓄えたキャパシタからの大電流によって、敵弾を流体化、気化させようというものである。主走行の外部に2枚の金属板を間を開けて、取り付け、これらの間に、 キャパシタからの数千ボルトの電圧をかけておく。コイル方式と放電衝撃方式とは違い、センサを必要とせず、導電性の敵弾が貫通した瞬間に2枚の金属板の間をショートさせることで回路が閉じられ、数千アンペアの大電流によって敵の弾芯や貫鉄体をジュール熱によって溶かし、気化させる、または突然流れる大電流によって生まれる。 電磁場によって横方向の力を与え断震や関鉄体を分断するというものである。高電圧を引火するため、車内外への漏電事故の危険性も無視できない。また、大出力の電源を常時どう確保するかや生じる電磁ノイズや余剰熱が外部から探知される危険性、内部機器や乗員に与える悪影響も未検証である。 コイル方式と放電衝撃方式は爆発反応走行と同様に一度使用すればその箇所の負荷走行機能は失われるが爆発反応走行ほどの強力な爆散は発生しないので主走行や周囲への被害と車両内部への衝撃は限定的で済むと期待できる通電方式では被弾部の金属板に穴が開くが蓄電力が回復できれば 負荷走行としての機能の喪失範囲が比較的小さく済み、周辺への被害も最小限で済むと期待できる。防衛技術協会編、ハイテク兵器の物理学日韓工業新聞社2006年3月25日、初版第一冊発行は SBN4 から 526056448P141 黒部名著。 戦車の新しい防護技術軍事研究2007年12月号別冊世界のハイパワー戦車新技術2007年12月1日発行ありがとうございます